それでは常滑シンデレラカップドリーム戦に出走する平山千佳選手です。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。まずは無観客レースとなってますが、はい、何節間か経験されました？そうですね、何節、はい、2節ぐらい経験しました。どんな感じですか、選手としては？やはり寂しい気持ちはありますね。お客さんが応援してくれるその声援が力になってるなとはすごく感じます。まあ、しかしたくさんの方がマフナケンを勝ってネットやテレビで応援してますから、はい、ね、それをひしひしと感じてもらって、はいはい、頑張ってもらいたいんですが、常滑相性どうですか？常滑は相性いいですね。相性いい。今までは、まあ、5年前の話ですね。5年前までは、まあ、優勝も2回させてもらってますし、はい、相性はいいんですけど、5年ぶりなので何とも言えないです。5年ぶりに水面に降りてみていかがでしたか？はい、まあ、前傾は風が強くて、常滑らしいなと思いました。モーターの方はどうでしょう？まあ、近況も良くないモーターですし、乗っていてあんまり良くないなっていう感じです。まあ、G1 レーサーですから、まあ、それぐらいはハンデとしてね、跳ね返してくださいよ。いやー、ハンデもらいたいぐらいですね。、はい、それではファンの皆さんにメッセージを。はい、ちょっとエンジンまだまだですけど、最終日までにしっかり間に合うようにしっかり調整したいと思います。お願いします。平山選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。